足細は稲か足細族の雑草である。ひょろひょろとした姿で湿ったところに生育する。穂が棒状なのが少し変わっている。細長い一年草で少数の太い穂をつける。茎の下部はまばらに枝分かれしながら地表を這い、節ごとに根を下ろし、葉をつける。葉の基部は長い幼少となり、幼心は細長い楕円形、無毛で幼少の口にのみ、まばらに毛がある。 秋には長い茎をまっすぐからやや斜めに伸ばし、高さは50から1 0 0トルにも達する。果樹はその先端に一つつく。枝分かれしないほがにから三本、やや寄り合ってつき、それぞれに上か、斜め上にまっすぐに伸びるか、やや開いてつく。ここのほは、長さ5から7センチメートルで、こぼがその軸に密着し、やや太い棒状に見える。こぼは、軸の節ごとに、 殻のあるものとないものが一つずつ対応成している。それぞれのコ母はほぼ同じ形で、両性花を一つだけ含む。森へには長い乃木がある。林園や木陰に生えるが、工作地周辺にも出てくる。やや湿ったところに多く、用水路等で見かけることが多いが、道端に出ることもある。日本全土に見られる。国外では、朝鮮、中国、インドネシア、インドまで分布する。 北、アメリカには梱包材として中国から入り、広範囲の地域に侵入し、非常に反茂しているとのこと。悲鳴足細は、こぼの脱ぎが全くないものである。足細よりやや小さいとも言うが、両者はそれ以外のほとんど違いはなく、区別しないことも多い。両者は混成して見られるという。なお、分類学上の扱い、及び学名にはやや揺れがある。 北村田は、頭木の足細の学名を、姫足細にあて、足細をサブスプ、ポリスタキアとしており、足細に、抜けがあるとしている。いずれにせよその差は大きくなく、種の判断としてはどっちでも良いと思われる。素人は、足細でまとめておいて、専門家に議論させておくのが無難であろう。足細族は、旧世界の団地を中心に、約30種が知られる。 日本では4種ほどが知られるが、笹ヶ谷など、他の種は、穂が細長く、茎の先端からやや開いて、しながれるようになるため、見かけは、随分異なる。また、どちらかといえば山間部や林園などに多く、人為的な環境に出ることは少ない。ありがとうございます。